世界中で HIV エイズによって厳しい状況に置かれている子どもたちがたくさんいます。自分が HIV に感染していなくても親をエイズで亡くした子どもたちもいます。差別や貧困、感染に直面している子どもたち、こうした HIV エイズを取り巻くさまざまな問題から子どもたちを守ることもユニセフの活動の一つです。ユニセフはさまざまな形で HIV エイズの問題に取り組んでいます。母子感染の予防、感染している子どもへの治療、若者の予防教育の推進、エイズによって親を亡くした子どもへのケア、ユニセフの活動の大きな柱がこの4つです。HIV に感染したお母さんから生まれる子どもたちを HIV から守らなければいけません。アフリカの南部レソト、この国のある農村に暮らしているマレケナ・ジョージさんです。妊娠32週のマレケナさんは自宅から5時間もかかる診療所で自分が HIV にかかっていることを知りました。診療所のスタッフは必要な薬を飲めばお腹の赤ちゃんを HIV から守ることができると説明しました。マレケナさんの自宅は診療所まであまりに遠く、何度も通うことはできません。そこでユニセフはレソト政府とパートナーなどと協力して、お母さんからお腹の赤ちゃんへの HIV の感染を防ぐために必要な薬のパッケージを作りました。家で薬を飲めてとても助かります。マレケナさんの赤ちゃんはマンクベちゃんと名付けられました。検査の結果、マンクベちゃんは HIV に感染していないことが分かりました。娘は奇跡の赤ちゃんです。子どもたちへの治療、子どもたちへのケア、 HIV エイズと共に生きる子どもたちがたくさんいます。ネパール西部の村、アチャム村です。産業もなく貧しいこの村では、男性は外国に出稼ぎに行き、女性が畑仕事をしています。村に暮らす親子です。お母さんのガウラさんと息子のディネッシュ君の二人暮らしです。ガウラさんは出稼ぎに行った夫から HIV に感染してしまいました。その後、夫だけでなくもう一人の息子もエイズで亡くし、その治療代で貧しくなりました。父親がエイズで亡くなったことが分かると、ディネッシュ君は学校でいじめられるようになりました。さらに二人に追い打ちをかけるようなことが起こったのです。私のように HIV にかかっている人は差別されました。村の人は私たちが使ったものは触らず、近くに来ようともしません。病気が感染すると思っていたのです。二人は今ユニセフのサポートを受けながら別の村で暮らしています。治療だけではなく、ユニセフは二人が直面しているさまざまな問題を克服できるよう支援を続けています。正しい知識があれば HIV エイズは予防できる病気です。グルジアでは若い人たちが中心となって HIV エイズの予防活動を行っています。若者向けのラジオ局ではディスクジョッキーが HIV エイズの予防を呼びかけています。このラジオを中心に若い仲間たちが集まり、 HIV エイズに関する勉強会も始まっています。目的は誰かから教わるのではなく、自分たちで学び情報を共有すること。エイズの予防には性の話は不可欠です。若者たちは年上の人からではなく、同年代の仲間たちから教えてもらいたいと考えています。
グルジアでは若者同士が学び合う勉強会が HIV エイズの蔓延を食い止める重要な活動になっています。ユニセフは若者への感染予防を呼びかける取り組みを支援しています。 HIV エイズは大人だけではなく子どもたちにとっても大きな問題です。ユニセフは予防、治療、教育、ケアに取り組んでいます。 HIV エイズに苦しむ子どもたちが世界中からいなくなる日を目指して。